こは。おはよう、体調はどうかしら、月花ちゃん。みなもさん、はい、私はどうなっているんですか。正直状況は最悪ね、一歩間違えたらいつでも死ぬ、そんな感じかしら。そうですか。私の中に、今までとは違う感覚、これは、ウンディーネ様が月花ちゃんの従属になったんです。それで今体内に入って呪いの影響を緩和しているところね。咳がよく許したわね。今までいろんな子がいたけど全部拒んでたのに。泣きながら悩んでたわ。そうなんですね。咳には悪いことをしたわね。そういえば咳の姿が見当たらないけど。咳様は咲くこと月花様が言った。咳様が一度拒んだように命を呼びに出かけました。この声、私が助けた精霊さん。はい、今度から月花様の従属となりましたネロ、ウンディーネと申します。お見知りおきを。ネロ、ウンディーネ、よろしくね、ネロ。はい。精霊様と会話できるのですね。あ、すいません。いえ、大丈夫ですよ。霊華さんに連絡して防衛軍を要請しましたから。ありがとうございます。みなもさんは大丈夫なのですか。私はもう今日で帰国します。長い間お店と町を開けておくわけにはいきませんので。そうですか、いろいろお世話になりました。またみなもさんのお店に立ち寄らせていただきますね。その時はよろしくね。お元気で。みなもさんには短期間だけどすごくお世話になったわね。さて、私はどうしたものか。咳は今4人、つまり琥珀、行月、リア、プルートの4人を連れてきている。時間は間違いなくかかるわね。指揮は使えない。今までの戦い方ができない。下手な行動はできないわね。月花様、私のお力は使えないでしょうか。月花様は、共鳴支配の力で私の力の本質を出せると聞いています。誰がそんなことを。咳様ですが、月花様は聞いておられてなかったのですか。いや、聞いてたわ。咳はずっとそれを拒んでたのよ。私自身の成長の妨げになるって思ってたのかしら。ではどうしましょう。今はまだいいわ。それより外に出たいわ。わかりました。いつでもお申し付けください。共鳴支配は唯一式の能力を使用するときにだけ使用している。それ以外は咳は許してくれない。でも4人を呼びに行ったってことはもう解禁する。そういうことなのよね、咳。体調は悪くないわね。普通に走ることもできるし。月花様はこれからどうするのですか。とりあえず、今の私は呪いを受けている状態なのよね。はい、しかも解除方法がたった一つしか存在しない呪いなので私たちにはどうしようも。すいません。呪いをかけた術者の説明、単純なようで難しい問題ね。とりあえずはあの術者が何者なのか、それを調べないとって感じかしら。ちょっと、人が倒れてる。大丈夫。お腹。すいたむー。うわ、すっごいお腹の音。月花様、この方人ではありませんよ。人じゃない？はい、この方は脳みそと呼ばれる土の精霊です。とりあえず精霊って何を食べるのかな？基本的には大気中にあるエネルギーをいただきます。精霊は皆そうなのですが。なら私のオーラを与えればいいわね。はい、問題ありませんね。むしろ神のオーラはごちそうです。よし、それじゃあ私のオーラをどうぞ。お腹いっぱいむー、ごちそうさまむー。まさか500くらい食べるなんて。私は小食なので200ほどいただけたら。好きに食べて、それくらいなら誤差にもならないから。神様、ありがとうむー、すっごくむーは助かったんだむー。どういたしまして、むー。それにしてもなんでこんなところに倒れていたの。そうだむー、変なお猿さんがむーたちの領域を襲ってきたむー。それでむー、むーは大事なものを守るために逃げてたんだむー。それは守護王の鍵のことでは。守護王の鍵？よく知ってるムー、それなんだムー。私たちの水の守護王の鍵はお母様が持っていましたか。そっか、つまりあいつには仲間がいたのか。そういえば悪魔信仰教団がどうこうって言ってたわね。誰と話してるムー？あ、ごめん、あなたと同じ精霊だよ。水だけど。水の精霊も襲われてた。それで鍵を奪われたみたい。血の精霊だけじゃなかったムー。待て、もしそうなら火や風も襲われているんじゃ。ごめん、もしかしたら人影の精霊たちも襲われているかもしれない。様子を見に行かないと。それは大変ムー。もし鍵を奪われていたら大変なことになるムー。あなたの名前は。ムーはテラ、ノーミート。テラ、今あなたが鍵を持っているのよね。できれば私があなたを守りたいけど信用ないだろうし。精霊を従属につけてるなら信用できるムー。精霊を従属に置けるのは精霊王の素質を持つ者だけムー。精霊王。とりあえずムーもついていくムー。わかった、行きましょう。すまない、さっきの話は本当かい。盗み聞きをしてしまって大変申し訳ない。
だが、精霊を狩る。そんなことが本当に起きているのなら俺も少し見過ごせない。なにこの人、不思議な雰囲気。パトに近い気配。すまないが俺も同行していいかい。あなたは。俺は観測者希望のただの旅人さ。観測者。とりあえず急ごう、精霊術師、精霊、すぐに2箇所、できれば4箇所全部案内してくれ。ちょっと、何勝手に。行くぞ。ちょっと、敵なら倒せばいいか。行こう、テラ、ムー。この空間の記憶、過去を遡ってみるか。この空間の記憶を見ることができるの。ああ、この空間で起きた出来事、空気、感情、思考、あらゆる情報を観測し、得ることができる。すごい能力ね、情報特化の能力者なのね。なるほど、君はここで水の精霊を助けるためにここを襲撃した人物と戦った。正解、見えるなら勝敗もわかるわよね。勝敗など興味ない、その事実があればいい。何よこの人、感じ悪いわね。悪神教、そうか、悪神教がこちらでも動いたのか。次行くぞ、案内してくれ、四季月下。さっきの情報で私の情報も入手したってことかしら。ああ、あらゆる情報と言っただろう。どこまでの情報を得たのよ。私はすることなし。なるほど、さっきの精霊が逃げた後、数時間後にここを襲撃した男が戻り、他の精霊を片っ端から消しているな。見る限り、ほぼ全員だ。ひどい。精霊は時間が経てば再度生まれるが、これは醜いな。虐殺も作戦のものではない、怒り任せ、簡単に言えばストレス発散感覚で殺している。てら、みんな、死んでたムー。ひどい。ひどすぎる、この子たちが何をしたっていうのよ。次行くぞ。待ちなさいよ。少しは相手の気持ちも。気持ちを優先したらこの状況は救えるのか。え、気を病すのは終わった後だ。ムー。ごめんなさい、テラ。行くぞ、次は火だ。大丈夫、テラ。ひどいムー、ムーたちが一体何をやったんだムー、あんまりだムー。認めろとは言わない、だがこれが悪神教のやり方だ。悪神教は一体何を。て、後ろ。そ、引きが使えないから拘束か。たばれ。背後から襲うな、品がない。ちょっと、どういうつもりよ。わざと私の方に飛ばしたでしょ。そいつは火の精霊だ。四季月下のところに飛ばさなければ大怪我するだろう。火の精霊、この子か。気絶する部位を狙った、面倒を見てろ。なんなのよ、この人、不思議な人だ。この子を精霊とあのたった一瞬で気づいたり、精霊の気絶の急所を一瞬でついたり。しかもこの子の勢いを利用して回転用に変え、回転して無抵抗になったところに急所。普通効率がいいと分かっててもできないわよ。なるほど、ここも奇襲跡だが、この精霊のおかげで鍵を奪われただけで済んでいる。他の2箇所に比べたら軽傷だ。この精霊は敵の後を追って、見失った。その帰り道に俺たちと会ったんだな。そうだったんだ。頑張ったのね、この子。あと1箇所は俺が一人で行こう。場所を教えてくれ。なんで、ここまで来たら私も。精神に傷を受けた精霊と、肉体に傷を受けた精霊がいるんだ。もうついてこさせるわけにはいかない。それとも四季月下がこいつらを体内に入れ、今後一生面倒を見るのか。見るわよ。なんだと。この子たちのためなら私はちゃんと面倒を見る、そう言ってるの。お前、バカか、精霊たちの意志はどうなる、納得するのか。感情的になるな、俺が見る、場所を言え、そこにちゃんと報告しに行ってやる。ここまで案内した霊だ、それくらいは保証しよう。わかったわ、私たちは町に戻る、あとは任せたわ。あと、風の精霊はアルプス山脈の一番上にある草原、そこにいるとされているわ。ああ、了解した。ごめんね、テラ、火の精霊さん、勝手なことを言って。帰りましょう、そこで最後の報告を待ちましょう。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？
デッキに行ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。